みんなブルーホースだよって言ったら、クリスマスが近づいてきてるよね、このシーズンね。もう本当にこう色とりどりの花たちが咲き誇って、おじさんハートがむちゃということで、そんなことはどうでもいいんですけど、と前回に続いてですね、一人寂しくポケットモンスターをやっていこうと思います。はい、ということで今回はですね、クイズ大会かな。みんなでクイズっていうのは残念ながらおっさん一人なんで、一人でやりましょう。で、難しい、最高記録は15問、優しい、5問、まあ、とりあえずじゃあ、なんか、あれなんか難易度なのかな。うん、ポケモンスタジアム処女なので、まあ、童貞処女なんで、まあまあまあ、じゃあ、ちょっと難易度少しずつ上げていきましょう。カウント100の間で何問解けるか、記録にちょっと間違うと、C ユニットで答える。B ユニット。プロコンだから、これあれか、右席やる。OK です。いいでしょう。行きましょう。早押し、少しクイズいきます。うん、リン。では次の。はい、OK。チラス行こう。ほい、ピンクのポケモンといえば、ちょっとたまたま浮かばないと思って、上が白くて下が赤い。はい。これ見ればわかるってことですね。OK、OK。一回進行する。OK。バッチリバッチリ、ブラッキーより小さい。ブラッキーより小さいのは、はい。今なんです。で、この中で一番大きいポケモンは、はい。けるかな？水氷タイプは、はい、パルシェン。みんなも一緒に解いてみてね。ここから始まる。多分今のは遅かった、だいぶ。クリーンは次のチャイ、オッケー。みんな僕より早いかな？大丈夫かな？ポケモンはベトベタ。あんなに色濃いんだ、ベトベタって。頭のてっぺんに毛が3本生えてるのは、タモネギもそれっぽいけどな。この中で下が長いのは、ね、ベロベロ。体全身のポケモンはルギア。ルギア爆弾。爆弾じゃない、爆弾。本力言いました。ポケモン博士、このポケモンはベリアで、あ、デリバートとかなんかちょっと間違えそうだね。黄色のポケモンはコデック。いただきこう。上が赤くて、上が、なるほどね。丸マニキュなんか間違えさせられそうだね。この中で一番小さいのはパラス。40センチとかだったっけ。上が青いのは、はい、ハリセン。モッサン、モロス、ミニゲームでぐるぐるレース。はい。以上もあります。よかった、前回。ってレアコイルより大きいのはオーダーかな。あ、小さっ。このポケモンは謎の草。羽根っこ間違えそうだね。このポケモンは、赤いポケモンといえば、はい、なぜかありえないタコに進化するんですね。夜の族は上ですね。で、銀色、エアン。これもかっこいいね、こいつ。このポケモンは、はい、こいつ、すごいね。こいつからのギャロって、超出世だもん。ゴローンよりも、小さい！しかも、10も減らされるの。マジか、えぐい。ゴースト毒は、はい、あなたです。これ、10も取り戻さなきゃいけないの、きついな。から始まる、はい。ジャンペ。つぼつぼは上。うわ、10はえぐいなぁ。このポケモンはパルシェン。パルシェンの反応率の高さ。頭を下にして、ぐるぐる回してる。この中で耳が長いポケモン、はい。こいつのね、特殊能力がすごくいいからね。このポケモンは、はい。魔王。このコーヒー飲んだ。このポケモンはウリボ、有名なのはウリボ。茶色、ちょっとお前茶色っぽくないな。この中で一番小さいのはニアンですね。なんかこれニアンのミニゲームでピョンピョンボール、はい。このまたバック、スリープより大きいのはラプワース。さあ、あと2問いけるから2問くらいいきたいね。このオムライス。よし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 。1秒。じゃないくてスリーパーじゃなくてスリープ42問正解。くっそー、あと50問超えるってことですね。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よし、やんないということで、じゃあ続いてレッドリクイズ。このお姉さんなんだっけ。ナースさん。よし、じゃあ普通問題やっていきましょう。ユニットで答える早押しクイズいきまーす。ビルディングゴリザルより大きいポケモン。はい。あれ、なんかあんまポケモンの傾向が変わらないと。あ、問題なく、ヨロトノに進化するのは王者の印。
うん、急にレベルが上がってる。びっくりした。鳳凰を捕まえられるのはすずの塔。うん。高速船アサギシティはどこ？はい、リニアは山吹シティの小菓子。多分30代以上のおっさん世代で金銀やったことある人が分かる問題だよね、これね。多分道連れや野生で覚えてる。はい、そう。多分ミニゲームでぐるぐるレースはこいつですね。はい。多分30未満のメスしかいない。ラッキー。あ、ラッキーなんだ。え、出た、正解。氷エスパーは、はい、夢中。夢中。フェイレイポケモン、はい、さっき、ヨロボンのタイプは、ウィスカット。茶色いポケモンといえば、ウリムですか？茶色いポケモンはって、どんな、あ、ちょ、あれ？わかってた。わかんねえわ。いぶきってどこのジム？いぶきは娘。30秒のキッズでちょっとわかんないかもしれない。時はジムリーダーグリーン。そういうの、サカキか。で、グリーンがね、グリーン首だから電気鋼。電気鋼は、はい、怖い。このポケモンは、はい、2回進化すると。2回進化するって言ったら、正解がない。グライガーの尻尾の数は1じゃん。で、グライオンになるとなんか2とか。みんな、この白のポケモンといえば、岩水杯。タイプを読めってことね。そういうきっかけはどうなんですかね。毛が3本生えているときも、はい。なんか全部読まなきゃって気になってたんだね。図鑑の説明で新種といえば、新種ポケモン。ああ、そういうことね。なんかだんだんクイズ。私、人らしく答えてしまった。3問、あ、点カウントってのはあれか、正解数じゃなくて、上のカウントが入ってくるのか、なんか上のさ、もう数出してるところがさ、だんだんニンテンドースイッチに見えてきたんだよな。はい、よし、じゃあ行きますか。カウントが変に見えるね。そっち食ったの、正解数が10減るのかと思って。よし、ずい。プチバリーダーといえば、マーティス。うん。ウカは2つタイプを持っています。水と地面。オッケー。うん、このポケモンは2回進化するバックフォーム。だってフォルムめっちゃかっこいいよね。スロットマシンでゼニガメが揃うとこ、10枚。よしよし。確か初代は15枚とかそんなの。遠く離れた異国に最も近い港町といえば、アサギシティ。言うとくけど、うちめっちゃ強いでーはアカネやな。こいつほんまにめっちゃ強い。ニールタンク、苦しませる。倒したと、ウィーン。ミングルバッチ、ハヤト。クリポケモンですね。マリルはレベルいくつ？22だ。じゃ、え？答え教えてくれよ。31か。この中でジョーンにいるラジオ DJ は？わからん。コウジ。あ、違うわ。あれだ、戦士か。マジでわからん。これはどのポケモンのライン？やばい、ボッコボコや。神戸兄弟日曜。わからん。日曜日全然違うね。レベル、ちょっと待って。むずい。ポケモン金銀のお店で買える技マシーンはどれ？ねえ。ちょっと待って。急に難易度が上がりすぎて。もう、マリアじゃないとわかんない。とりあえず。7言ったけど、え、ちょっと悔しいし、まだ全然時間があれだから、ちょっともう一度しましょう。ちょっと、ヌースで2桁いこう。落ち着いてとこ、落ち着いて。クタンの足の数は、8本なのか、あれ。タコだから、やっぱり。白ボングリ、白はスピード。これは分かる、これは分かる。はい、黒いポケモンといえば、ブラッキーですが、黒いポケモン、はい。これ時間食うんだよ、無駄に。よし、来い。次のポケモンのうち、身長が一番高いのは、よし、よかった。ポケモン銀では手に入らないのは、
ありがとうございます。ポケモン金銀のゲームコーナーで手にしたいと思っちゃいます。うわあ、破壊光線15、破壊光線がいいでしょ。ヤドランのタイプは次のうちどれ、水ですか。次、体重が一番重いのはじゃあエレブ。ブーバーか。フワーボールを作るためには青ボンド。ちょちょちょ、ポケモン金では手に、金では手に入らない決め込みですね。はい、よしよし、記録は更新。ラプラスは金曜日。ウツドンの葉っぱの数、ウツドン2枚です。オクタンの足はで、やっぱり8本か。だから俺なんで虫取り大会で2位。間違った。ポケモン銀では手に入らないの。え？マンキー？ああ、よかった。忘れず行こう。次のポケモン体重が一番軽いのはルビー。オッケー。海竜の高さは2.2。4まで高くないし、1.2.5だったら、ね、小4くらいだね。レベル、フードブラウスにダメ。ありがとうございます。続きしたら自分の体が良くて、可愛い花の香る街、可愛い花のイバラタウン。違うわ、よしよしでいいか。緑色チコリータの葉っぱの数は何枚。1枚、うん、1枚ですが、とか出そうかなと思って。次のポケモンのうち身長が一番高いの。あー、もうなんか同じこんだけ出るとありがたいね。このポケモンは一回進化するとルービーが先で悪魔の失敗していくか。シジマを倒した時にもらえる技らしい。シジマ爆弾。あ、ちょっと待って、待って、待って、は？は？青いポケモンといえば、おお、シンプルな問題だな。倒した後、ライジングバッジは、シジマ？違った、マツマ。資料室の卵グループが不定形。言ってる意味がわからなかったけど、とりあえずなんかそれっぽかったから正解。38番道路で大量に発生。38番。あー、1かもしか、違った。とりあえず2桁いったからか。いやー、俺の勝ち。次に38番道路で大量発生なんだ。ブルーか。よし、じゃあ、とりあえず、はい、クリアすることができたので、一旦ね、はい、クリアっていうか、はい、できたから、いや、いつかね、なんかね、こう嫁さんか、まあ、ちょっとね、誰かを巻き込んでね、フリーバトルとかでね、ちょっと対戦してみたいな、とかって思ったりもするんですけど、はい、この動画もいつかあげれたらなと思ってますので、ぜひお楽しみください。では、今日は以上とさせていただきます。最後までご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。また次回別のゲームでお会いしましょう。バイバイ。